違う話してます。何ですか、あの煽りは。いつも煽り部見て、はい、よしってなっていくんですけど、途中ももういいやと思って、はい、泣いてるシーンをまず使わないでくださいって言って、はい、でなんか悲しい感じにしないで普通のいつも通りの煽りにしてください。見てたらもうだんだ んあれってなって、言ってることと違うなと思って、もうこれは見るのやめたと思って。再びスーパーアトム級の頂へ、朝倉環奈。ポンスカしたおかげででもいい試合